隅津柄設定さあるんじゃないかな、この揃いやすさとか。これはありえますね。おお、こんなポンポン来ないでしょ、うん。気候なチャンネルをご覧の皆様、こんばんは、シーサです。こんばんは、池田です。池田店長、はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。今日の実践なんですけども、はい、何打ちますっていう話をこうさせていただいたんですけど、まあそうですね、はい、あの僕最近7つの大罪のアニメを見てて、はいはいはい、でパチスロもあるじゃないですか、はい、これを最近ちょこちょこ打ってるんですけど、はい、まあなかなか勝てなくて、まあまあそうですね、辛いですね。でスランプグラフを見たりとか履歴を見てもそんなに出てる台を僕自身あんまり見てないですよ、はいはいはい、で、うん、打ったことある人の話聞いても、はい、めちゃめちゃ面白いけど、うん、勝つの難しいって言われてて、まあまあそうですね。でこれは、うん、単純に設定をあまり使われてないんじゃないか、はい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 、で打ってても解析が出てないんでその設定が高いかどうかも分かんないですよ。そうですね。なので今回7つの大罪の設定6を打って、うん、果たして7つの大罪の設定6ならちゃんと当たってちゃんと出せるのかっていうのと、はいはいはい、いつも打ってる7つの大罪と設定6って分かってる7つの大罪どう違うのかっていうのをちょっと検証も兼ねて、まあまあまあそうですね、今回やっていきたいなということで、はい、7つの大罪2人で設定6を打っていきたいと思います。そうですね、はい、この辺6っぽいよねっていうのがあったらそれをどんどん口に出していって、まあ、個人の主観でね。そうです、はいはいはい、個人的な主観です、はい、で解析出てないんで、はい、個人的な主観と皆さんがそれをどう捉えられるかも自由ということで。そうですね、はい、まあそういう実践を今日はやっていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします、はい。じゃあ今から2時間、はい、時間計っていただいていいですかね。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ有利感がここから始まって基本的には周期抽選みたいな感じですよね。そうですね、はい、周期到達でチャンスゾーンそしてボーナス AT を目指していくということになるんですけど、まあ何が難しいってまず周期到達後の抽選でチャンスゾーンに行けるかどうか。そうですね。でチャンスゾーン突破した先にあるのがボーナスなんですけど、はいはいはい、今度はそのボーナスを AT につなげられるかどうか、はい、AT までにやっぱりこう2段階壁を越えなきゃいけないっていうところがちょっと難しい、うん、そうですね。いやこれもう導入当初に、はい、あの天気日の日検査が終わってから、はい、あのどんな台なんかなということで、はい、実際私も6にして打ってみたんですよ、はい、6でも厳しいと思うぐらい。あ、そうなんですか。そうなんですよ。まあでもそんな背も2背も回してないですけど、ただまあまあ結構きつかったですね。そうですね、結構やっぱり500ゲームって浅い天井なんですけど、はい、その500ゲームからチャンスゾーンに行くっていうことが多くて、はいはいはい、設定6だったら割とこう1周期目とか2周期目でチャンスゾーンがすんなり出てくるものなのかどうかっていうのをまず見てみたいっていうのとですね、はい、ボーナス当選時に赤7と白7があるじゃないですか、はい、でまあ、基本的に赤7で白7引いた場合はエピソードボーナスで AT 確定なんですけど、はい、その6だった場合は単純に AT ボーナスの初当たり確率が違うので、はい、白7が出てきやすいんじゃないかっていうこともちょっと思ってるんですよ、まあ、確かに。でも普段打ってる7つの大罪なかなか白7って見れないじゃないですか。ああそうですね。だからこれで2人で6打って白7がポンポン出てくるようなら、あ、そこに設定差があるんじゃないかっていうことも分かりますし、うん、まあ、普段結構こう500ハマってチャンスゾーンということを僕繰り返してるので、そこがまず6だったら違うのかなっていうのを検証してみたいっていう、うんうんうん、で基本液晶の左側に残りポイントが出てポイントが0になったら周期到達なんですけど、設定変更後はですねこのようにハテナになっていて、1周期目は残りポイントが分からないようになってますと。ゲーム性は結構シンプルで分かりやすいんですけどね、勝ち方が難しいっていうのに、ただ AT やっぱ1000枚2000枚出ちゃうんで、 AT うまくやれれば低設定でも勝てる台って、そこは魅力的なんですよ。おー、大罪ルーレット、しかもアイコン3つありますね。いや、それ3つあるんですよ。まあ、ここは設定関係なくチャンスより期待持てますんでね。ですね。だから僕は設定差があるところが、はい、ボーナスからの AT 当選率と白7の選択率じゃないかっていうのはちょっと思ってるんですよ。確かに白7本当に出ないですもんね。出ないですね、はい、で、高設定っぽいなって思う台を打ってた時って、うん、
あのボーナス中にあんまりランクアップさせれなくても青とか黄色でエティ行っちゃったりしてたんで、その辺もあんのかなとか思って。勝てん。多分チャンスゾーンの突入率も違うのかなとか思ったりもするんですけどね。そうですね、初当たりに設定差があるんで、はい、あ、行かないんだ、行かない、行かないんだ、行かない。ちょっとアイコン3つ取って、まあ、きついな。 そこは池田店長らしいところ行かないんだ。まあまあ序盤から見せていくスタイルですねこれでもアニメは面白いんですか。めちゃめちゃ面白いです。あ、めちゃ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 面白いです。なるほど。ちなみにそれどういうところというか、なんかどういうストーリーなんですか、そもそもは。まあ、あの冒険ものですよね。だからまず最初はこの7つの大罪っていう7人の大罪がいるんですよ、キャラクターが、はいはいはい、ここ6人しか映ってないですけど、はいはい、この7人をこのエリザベスと、はい、あのメリオダス、この2人がこう集めていくっていう冒険からスタートするんですよね、うん、だから一人一人こう大罪が出てくる瞬間がまずゾワッとするんですよ、はいはいはい、わー大罪来た、4人目来た、5人目来たっていう、はいはいはい、なるほどなるほど。でそこでやっぱり聖騎士たちとこう戦っていきながら、まあ、その要所要所で目的を達成していくという、まあ、王道の冒険アニメなんですけ なるほど。これがねいちいちなんかねやっぱジーンとくるんですよ。なるほどね。さあというわけで僕やっと滞在ルーレットですね、アイコン一つで普段打ってる7つの滞在、まあチャンスいかないですよ、ここはいかないです、まあ、嫉妬の罪以上選ばれればいきますけどね。はい、この辺りでチャンスゾーン行くことってめったにないんですよ。そうですね、これが設定録はどうなのか、まず最初見てみたいですね。まあ無理と思いますけど、行かないですね。まあきついですね。ですね、はい、まあ、この辺りはいつもの7つの大罪という感じです。で今見たところ僕1周期目でこのホークアイコンも1個しか取れてないんで、ホークアイコンの獲得自体は設定差ないのかなって思いますね。まあもちろんその1周期2周期あるいは1時間2時間打ったぐらいで何が分かるって話なんですけど、まあまあまあそうですね、はい、まあでもなんとなくですよ、感触的に分かればね、まあ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 、いいですよね。これで3周期目の到達になりますね。さあ行きますよ、はい、大ルーレット。あ、やっと行った、ディアンヌ。心なしかを沈んでた時に積み津柄が揃ってくれてるような気もしますけどね。よくなんとなく気持ちは分かりますね。なんとなく積み津柄がいつもよりちょっと引けてる気はします。それは分からんでもないです。設定によって押し順ナビの順番が違うんだったら、これゲーム性にめちゃくちゃ影響を与えますからね。そうですね。多分行きます、これはチャンスゾーン。なんかチャンスアップありました。演出がちょっと全体的に強めに感じますね。さあどうかな、うん、チャンスアップ、チャンスアップ。さあ3周決めてここは行くですね。はい、行きましたね。ってことでチャンスゾーンで、この時にエリザベス覚醒かパトホークチャンスが選ばれるんですけど、その選択率も設定差があるかどうかわからないんですよ、うん、これでチャンスゾーン行った時にエリザベス覚醒がよく出てくるようなら、これは明らかにいつも売ってるものと違うんで、そうですね、確かに。まずここでちゃんとパトホークが出てくるかどうか、生きてましたね、パトホークチャンスで。本来はだいたい期待度約 45% と言われてるチャンスゾーンなので、はい、そんな簡単じゃないんですよ。で、あのチャンスゾーンの一つですけども、まあ、ここは基本的にリプレイかレア役引けばパーセンテージアップ、その他ではまあ抽選という感じですね。だからリプレイレア役の引きがすごく重要。これリプレイかリプレイかな、はい。ただこの積み津柄ドローに設定差があるんだったらね、大きいですよね。そうですね、ここも結構揃うんですよ、ここまで短いゲームですけど。まあでもこれ2人とも打ってる2人ともがそう感じてるということはあるのかも、可能性はありえますよね。はい、こんな揃わないじゃないですか、そんなポンポン、うんうん、揃うんですよ。おこれがね、だからやけにナビが出たとき積み津柄揃うなっていうのは早くもちょっと感じてるところで、そうですね。で連打は 20% 以上上がります、上がりますね、結構これね。あ、 50% 上がった、 75% これはでも 80%、
なかなかここまで分かんないですけど、ね、確かに隅津柄設定差あるんじゃないかな、この揃いやすさとか。これはありえますね。おお、こんなポンポン来ないでしょ、うん、もしかしたら6はナビが出た時揃いやすいのかなっていうのはちょっと今感じてるところで、ね、分かんないですよ、解析出てないんで、うん、はい、これでジャッジになりますね。この後これで 90%、 まあさすがに、まあさすがにね、さすがに当たります。はい、でまあ、初当たり273ゲームなので、いつも打ってる7つの大罪よりは早めに当てれました、うんうんうん、ただ7つの大罪の安心できないのは、これで AT が決まるわけじゃなくて、まずここでボーナスなんですよね。そうですね。でこのボーナスを突破した先に AT があります。ただ白7が出てきた時はエピソードボーナスで AT ついてくるんで、この後は赤7と白7の選択率に設定差があるのかどうか、これが分かりませんと。ただ高設定っぽい台を打った時は白7がよく出てたっていう実践がありました、うん。ここですよね。これで白7出てくるような、ほら、おっと、多分ね、おっと、これめったに出てこないんですよ。そうですね。だからエピソードボーナスは設定差がめちゃめちゃでかいと思ってます。これもうすでに2個来てますね、積み図柄と。そうですね、うん、でそのこの間高設定っぽい台打った時も、はい、一発目白7だったんです。あ、そうなんですか。下手したら何回かボーナス引いて白7なかったらもう6じゃないっていう判断でもいいのかな。なるほどなるほど、なるほどね。ってことは僕も、ね、あります。これで池田店長も白7持ってきたら、うん、あの設定力は白7来やすいと思います。そうですね、そうですね。ってことでこの後はもう AT に入っていきます。まあ、来たらとかじゃなくて、まずは引けよってことですけどね、私が。あ、もうはい、あの、うん、すいません、早く当てろってことです早く当てろ。だから結果的に通常時もバンステージにバンバン行くんですよ。だから周期も短かったんですよね、うん、だって200ゲームちょっとで3周期回してるんですよ。確かにそうですね。だから押し順ダビが出た時の積み図柄の成立率、まあ、あってもおかしくないかなと思いますね。さあ、というわけでこれでこの後 AT に入っていきますので、ここからは多分そんな設定差ないと思うんですよ。多分弱 AT とかないでしょうからね、この AT に限っては。そうですね、うん、で1戦目最終ゲームまで回した後のバトルも、まあ、対戦相手はもう限られますしね。で消化中のバトル発展率もそこだけは解析が出ているので、はい、そこは設定差ないと思いますね。あとはもう昼夕方夜の、まあ、移行ですよね、10ゲームごとの。この辺りも全設定共通かなと思います。厳しいですね、池田店長。厳しいですね。4周決め、おお、これはこれはいや、これはもうチャンスゾーンなんですけど、はいはいはい、なかなかめったに来ないです。そうですね、連続演出外れて、うん、即前兆っていうのもちょっと怪しいですよね、この辺もね。あるっちゃあるんですけど、6なんじゃないですか、それ。水柄ね、ありえますよね、やっぱほんまに。いつもよりなんか揃ってる気しますもんね、やっぱり。だとしたら AT 中めちゃめちゃ有利ですけどね。確かに確かに。結構バトルいくんで。はい、聖騎士バトル。基本的なルールとして AT 中はこの聖騎士バトルで勝利したらそのセットクリア。で、ランクに応じて報酬が得られる。この繰り返し。で12セット目をクリアすると最終決戦に突入しますよっていうのが大まかな AT の流れになります。で、まあ、特化ゾーンはホークタイム、キングホークタイム、まあ、あるいは魔人バトルといったものがあります。次回予告来ました。来ましたね、はい、ありがとうございます。それボーナスでしょ。あー、ボーナス、はい、チャンスゾーン非経由直撃ってことですよね。直撃ってことですね、はい、これで直撃ですね。白7が来れば、あまあでも直撃も少ないんで、まあまあそうですね、ないですね。これも設定差ありえる可能性ありますね。そうですね、うん、その辺なのかな。そうですね、まあ、ここは関係ないです。もう振り分けが対戦相手で決まっているので設定云々というよりも完全に引きです。まあ、AT 中 の, そのバトルで勝てば次セットと言いましたけど、バトル自体がこの7ゲーム間行われる聖騎士バトルですね。で7ゲーム完走すれば勝利確定と。で7ゲーム前の前にジャッジメントを迎えた時はそれまで の, その攻撃か防御か、まあ、これで内部的なポイントでジャッジが行われるというものですね。で攻撃した時にポイントを得てます。で防御の時はポイントを得られてません。なのでこの
攻撃が多いときはチャンスですね。さらに攻撃続くとコンボになって、まあ、20ポイント30ポイント加算されるっていうそういう仕組みですね。当然ここはポイントが低いのでジャッジメントになってしまうと勝つ可能性が非常に低いということでここは負けです。でもう一つ面白いのがこの後に因縁降格っていう状態に入ってて、その因縁降格中にバトルを迎えると因縁バトルと勝利しやすいバトルに行くっていう特徴がありますと。これは厳しそうですね。厳しいですね。厳しいですね。池田店長の方は、まあ、通常の、滞在ボーナスからの AT 当選になるかっていうところなんですが、そうですね、30ゲーム消化後はこの何色が選ばれるかで期待が違うということですね。そうですね。相当厳しいですね。これはきついですね。はい、せめて黄色、うん、おまあまあまあね、まあ、普段だったらまあなかなか、まあまあまあ、まあまあいかないですよね。こんなん3回に1回ぐらいですかね。こんなんはいかないですよ。3回に1回ぐらいですかね。チャンスアップもないですね。はい、さあジャッジボタンが出ればチャンスですけどない。いやーこれほんまに6ですかねこいつ。あ、6です。あの6ですか。はい、大丈夫ですか。直撃したんで多分6です。まあまあまあ確かにね、外れー、はい、ということですね。で終了画面でそこでプッシュを押すと、まあ、これが一応設定したんですね。罰の数の設定を否定するっていうもので、うん、設定3以外の示唆ということになりますね、うん、いやなるほどね。いやでも一つその直撃を見せていただいたというのは確かに、だからこの直撃がまた何とか出てくれば、あやっぱ6は直撃がしやすいというのは一つ言えると思います ね、 そうですね。だこうやって打ってみると割とやっぱ設定6の特徴って見えてくるのかもしれないですね、長く打てば打つほど。でさっき攻撃をしたらポイントがもらえて防御の時はもらえませんみたいな話しましたけど、防御の場合は4連続以上で必殺技の抽選が受けれるんですね。で結果的にフルカウンターかませれば勝ちっていうそういうものになります。だからここはもう左が来てこれでベルが揃った時攻撃になるんで、ベル以外だと OK、 こんな感じで防御つきます。でもう一個ここ選んで防御すれば必殺技の抽選ですね。これだったらもう終了のピンチです。ほぼ勝てないですここは。はい、これでまたベル以外だったらチャンスです。あ、いいですね。ただ4連続もそんな強くないんですよ。5連続ぐらいからかな。ああ、いいですね。あ、でもここはベル引いちゃったんでこの防御の連続は終わり。ただ7ゲーム完走で勝利なんで、ここ第一ですが右だったら勝ちです。こういうところが引きとかがね重要になってきますよ ね、 そうですね。で頑張ってここまで来ましたけども、ちょっとここ、あ、でもボタン出た。おう、おお、これで1セット目クリアになります。まあ、この繰り返しが AT の基本的な流れになります。でこの後にランクが ABC、ABS、SS か ABC、SS、SS か、うん、では最高 H っていうのがありますね、はい。まあ、C なんで、C、ここはブレイクタイムっていう5ゲームの箸休め、うん、ね。でこの間も一応あの昇格抽選があります。昇格抽選受かればボーナスが来るっていうそういうものですね。で意外とバトルもポンポン行くし、今みたいにね勝つことも結構あるんで、 AT に入れば割と長い時間楽しめるっていう、そうですよね、楽しめますよね。で2セット目で基本初期ゲーム40ゲームスタートですね、はい。でステージは最初から夕方とか夜にいると、まあ、バトル即発展のチャンスですね。で昼は通常、夕方は降格、夜は超降格みたいな資産になります。でその昼、夜、夕方何が違うかってレア役とか積み図柄揃った時のバトル発展当選率ですね、これが違うっていう。で積み図柄が基本バトル発展になるんですけど、昼だと 40%、 夕方だと 50%、 夜だと 60% みたいな感じですね。 50% ずつバトル発展率が変わってくるという感じです。はい、これでバトルですね。あ、因縁対決、因縁バトル来ましたね。で因縁バトルは勝利期待度かなり高くなってますと。で何が違うかって攻撃した時の与えるダメージが通常だったら10ポイントしかないものが20ポイント以上になってたりとかっていうところで勝ちやすくなってます。でここはもう勝利確定のバトルですね。歌が今流れてます。
めちゃめちゃいい。やっぱ因縁バトルは強いっす。フルカウンターかましたいけどな。はい、これで2セット目クリアになります。いいですね、妖精王キング。はい、はい、で今3セット目これちょっと点滅してバック赤くなってますけども、3セット目はバトル勝利で、7ボーナス以上なるんでブレイクタイムが選ばれないっていう特徴があります。で基本的に強レア役チャンス目強チェリーはバトル発展確定になるんで、まあ、ここはそのままバトルいきますね。はい、さあ勝てば7ボーナス以上です。おお、レア役ここは勝てそうで、レア役引いた場合はどのアイコンも選ばれません。レア役はレア役で、攻撃を与えます。はい、かつそのままですね、アイコンそのまま残ります。でレア役の時はポイントも結構多めに加算されるので、まあ、コンボプラスレア役ということで、さあここなら勝ち。ジャッジメント、いけるんじゃない。あ、いった。ボタン出た時はね大体いいですね。はい、パパパーということで3セット目クリア、そして3セット目なので7ボーナス以上ということになります。いや、この初めに指加えて見とく展開ほんま多いですね。確かに、あ、そうですね、おまあボーナス以上なんで、ここはそうですね。はい、というわけで赤7は7ボーナスで、白7揃った場合はホークタイムかキングホークタイムという、キングホークタイムはもう特化ゾーンみたいな感じですね。さあ4セット目いきましょうかね。で基本的に10ゲームごとに昼夕方夜昼夕方夜って変わっていくんですけど、夜の時だけ夜夜っていうのがあるんで、最初夕方だとそういうところもちょっとラッキーという感じですね。ただここは夜なんでね、積み手柄が揃っても十分バトル発展に期待が持ちます。ああ揃わない、いけ、揃わない。さあというわけで4セット目、ここは最終バトルになりますね。あ、ここで、あ、違うか。さあこれもしかしたら最終バトルじゃなくて残り0ゲームで減算が止まってバトルで、この後ダメだったらもう1回バトルっていうパターンかもしれないです。あギリギリ間に合った感じかな、ゲーム数ゼロになる前にバトル。もう全部防御でいい、全部防御でいい。ああもう防御でいい。あ、終わってしまった。一応ここもあのホークランプをタッチすると赤いホークが出てきたりとか、ホークがこう出てきたりとかっていう示唆もありますと。でボーナスの後はさっき のあれですね、そうですね、罰も、はい、ってことで458枚で終了です。まあどちらかというと通常ゲームをたくさん回したいので、まあ、AT はほどほどで、いやまあまあ通常はこっちで回しますよ、たっぷりたっぷり。まだボーナス1回だもんな。いやそうなんですよ、今のところ普段と何も変わってない気しかしてないです。あんまり変わってないですね、直撃以外は。確かに結局直撃引いてもなんか引きがちょっとだけなんか強かったのかなぐらいで、1回じゃ分かんないですからね。いやそうなんですよね。はいおい、なんでやねん。おい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 、どうやったんだおい。どっちが悪いんだ、機械かそれとも
プレイヤーの方が、いや完全にプレイヤーが露呈しますねこれ、まあ、6ですからね。いやそうですね、まあでも通常長い方が比較的には助かりますかね。まあ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 、長く AT を消化されるように。普通に負けてますもんね。いやねそうなんですよ、ゴリゴリ負けてますよ、ゴリゴリ負けてますよね、はい、あっおだからこれ直撃なんすよ。これそうですね、あほら直撃です、直撃。これやっぱ濃厚っすねこれは。だからもうこれは明らかだと思います、うん。